さあ、ウィーリアプリやっていきます。ええ。だな、次回。ああ。だなです。去年もあんまやってなかったでしょ。2018年、初ガチャでございます。あの、ちょっと言い出しにくいんですけど。あ、お前引いたとこ言えねえの。すいません、友達とのノリで。これ10年引いたら、黒玉確定ということで、はい。でございますね。はい。行きましょう。100連。え、あんた枠。ああ !10連だよ。あそこ。さあ、今回ですね、はい、選手数100ということで、黒玉18人いるんですね。だから単純にもう18分の1で、ね、まあ、絶対にこの中もらえるんだけど、とんでもないメンツだよな、これ。確かに、どれ引いてももうほぼ当たりだよな。もう総合値一番下にいる状態で、ハリーケーン、カンテ。いや、欲しいな、そのあたりとか。いや、この辺でも十分俺は欲しいです。トニクロスも欲しいな。あと、モドリッチ。はい。で、今回、はい、こちら、あ、来ましたね。黒玉確定の方も1個もらってるんで、はい、なるほど、まあ、10連だけだとね、ちょっと寂しい感じもするので、そう、最近もちょっと引きすぎです。うん、寂しくなっちゃったんですよ。はい。てか、この黒確定ガチャはね、もうお年玉だよね。うん、てか久しぶりだね、ほんと黒玉確定、ね、じゃあお年玉引いちゃいます。引いちゃいましょうか。確定の方は、うん、これはもう全部だよね。そう、85人黒玉いる中の1人が当たるということで。おお。最初こっち引こうかな。狙いは誰ですか。メッシも60いったから、次ロナウドあたり行こうかな。なるほど。うん、よし、じゃあ行きますか。行きましょう。ここでビリ来たらやばいよな。久しぶりだ、この感じ。久しぶりだな、これ。うん、じゃあ行くぞ。誰だ今年最初。おー、焦らせんなよお前。今もう押せと思ったじゃん。いや、今年最初ね、誰が来るかなと。はい、さあ、さあ誰、雷来ない。こんなにちょっと、いや、いいけど、いやいやいい、いいけどさ、そこ来たか。本番はこっちですよ。10連いきますか。いきますよ。いきましょう。いや、これメッシかぶった時どうすんだろうな、この人。いや、そうだよな。それやばいよ。やばいよな、だってもう使い道ないぜ。うん、あっ、やばこれ、メッシの可能性。あ、ロナウド。しかも、ケイン、ケインも入ってんじゃん。よっしゃー、おー、すげえ。あぶねー、宣言通りだね。あぶねー、打ち抜いたな、ロナウド。ちょっと待って、マジ今焦ったよ。いや、メッシ来ると思って。いや、俺もメッシだと思った今。ケイン。あ、ケイン持ってなかったんだよ。フェルナンジーニョ。え、てか、なんか持ってないの、僕引いてるの。いや、これ多分2018じゃない、持ってない。2017は持ってるから。はい、じゃあこの辺は。やば。あ、でもベルナーとか持ってないな。こんな感じです。いや、来ましたね、はい。いや、もう早速もうぶち込んでいこうかな、俺。ぶち込んでいきましょう。うわ、いいな、ロナウドと釣れるとか。俺まだ一体も持ってねえよ。いや、もうとりあえず2018年最初のガチャで雷来ただけで俺大満足ですよ。そうですね。いや、もうそれだよね。いや、来ると思わなかった。でも雷もう怖いんだよな、メッシ来ちゃったらっていうさ。確かにね、うん、だってもうこれからはトレーナーにするか放出するしかないもんな。そうだよ。その度にさよならメッシやるのか。やりてえな、ケイン取れな。おお、オッケーだよな、いけ。おお、来ました。で、それを兄貴にぶち込むと。バカ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 。兄貴ってお前気に入ってたからさ。だってもうレベル45までいけるよ。兄貴だな。今年もよろしくお願いします。お願いします。今年もって去年別にそこでお世話になってもねえよ。2回ぐらい。おお。さあ、レベルは？でもレベル5の状態でかなり上がるな、これ。ね。ロナウドに。ロナウド。ロナウドを食べさせると。おわ、来ました。レベルこれで 4？ あ、全然上がんねえな。全然上がんないよ。やっぱ無理か。うん。ついなくメッシいけねえかな。どうだろう、1上がるかな。いやー、厳しいんじゃないかな、これ。レベルの方が現在16、はい、でセンターフォワード、オフェンスセンス86、決定力86で、キック力が85、まあ、特化してる部分はそんな感じかな。そうですね。
スキルがコントロールカーブ、アクロバティックシュート、ワンタッチシュート、身長185センチ、はい、32歳、いやー、すげー、強えなー。レベルの方が36。オフェンス戦ここ色ちげえからさ、おかしいよな。95、はい、ボールコントロール92、ドリブル87、決定力96、ヘディング95、キック力95、スピード90、瞬発力9、瞬発力87、ボディバランス88、ジャンプ99、スタミナ90。完全にこれもう鉄人だろ。こいつはやばいぜ。ほんとフォワードに特化してるな。体バキバキだもんな。ということで、2018年の初ガチャでしたね。いや、いい引きでしたね。いや、マジでいいお年玉もらいましたよ。本当に。いいな。雷という名のお年玉が。はい。入りました。いいこと言いますね。うまいこと。年越し、友人たちとのガチャで神引きをしてしまいまして。まあ、それは明日の動画、ああ、なるほど。お楽しみということで、ね。ということで。しましょうか。いやー、雷のあいつがね、なんか来たらしいので、いや俺も欲しいんだよ。あ、これを言っちゃうとちょっとヒントになっちゃうかな。俺は持ってません、そいつ。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは。